略してチョコレオ、高塾クラス生徒、中学2年生のなずなです。中学1年生のナナです。小学6年生の萌です。高校3年生のゆうきです。この番組ではカルチャースクールレオの高塾クラスの生徒が中心となって小中高生の今をお届けします。本日のトークテーマはクリスマスにやりたいことです。メールの宛先は761@fmkoza.jp、もしくは FM 講座ホームページのメッセージフォームからお願いします。ラジオネームも分かりやすく書いてくださいね。ツイキャスからのメッセージも大歓迎です。この番組はカルチャースクールレオ、民宿レキオ、ダイニングコーの提供でお送りします。それではチョコレオ2年生13次元目、始まり始まり。声優になりたい、記念日にぴったりのスペシャルコースもありますよ。チタン交差点から上向き200m、おしゃれな大人の空間、ダイニングコー。辻にお茶を出されてよ、チャンスがや。おじさん大丈夫？民宿レキオがあるじゃん。月々35,000円で泊まれるってさ。民宿だから光熱費もないし、無線 LAN があるからインターネットもできるんだって。はや、安心、パソコン買わんとだね。そこ行くとこなければ民宿レキオ、098-965-1682まで。トークテーマはクリスマスにやりたいことですが、みんなのクリスマスにやりたいことって何？お、じゃあ萌から聞こう。萌はクリスマスツリーの飾り付け。いい。え、飾り付けた？みんな明日飾り付け。あ、萌は明日。はい、いいな。え、どんぐらいの大きさ？小さいですよ。どんぐらいかな、30センチとか。そう、あー、もうちょっとでかい。あー、でかいか。地球に乗るぐらい。ああ、でかい、でかい。あれ、あれ、でかい。結構でかい。萌えと同じぐらい。萌えよりはちっちゃい。萌えより少しでかいぐらい。案外大きい。じゃあ結構飾りつけるの大変だね。お母さんとか飾り。あー、楽しいね。一番上の星とか届くかな、萌え。形になる。かわいいかもしれない。ゆきねねとナナはもう飾り付けましたか？うちでは多分今年はしないけど、前はね、大きいの案外あったりしたけど、今年はでも部室で、部室の窓からあのキラキライルミネーションの光ったあのクリスマスツリーが、30センチぐらいのクリスマスツリーが机に乗るぐらい覗いてます。覗いてます。あの窓から見えるんだよね。あ、キラキラ光ってるのが外から、あ、外じゃない、廊下から見れるっていう。あ、じゃあもうそれだけでクリスマス気分が味わえる。その廊下を通った先生が、うん、なんか、うん、おしゃれだね、いいねって言ってた。今クリスマスツリーが妹がやりたいって言って、うんうん、ちょっと小さめな机に乗せてる、そうそう、30センチぐらいのやつを妹が一人で飾りつけて、ちゃんと置いてあるやつを妹が、あ、なんか今年何がいいかなって言いながら、この、うん、なんていうの、飾り選びながらやってるのが可愛かった。妹何歳だっけ、どんくらいだっけ、ちっちゃかったよね。あ、でももう幼稚園生。あ、うん、絶対可愛い、幼稚園生。
先生がさこんな数選んでさどっちにしようかなとか絶対可愛いじゃん結構離れてるから可愛く見えちゃうね絶対ほのぼのする映像がえでもさクリスマスにやりたいことか、うん、でもあ今年決まってるのがゆきは、うん、なんだっけなあの学校が終わるのが22、うんうんうん、で今回土日があれクリスマスに被ってんじゃんそうそうそう、うん、だからなんか学校の友達とは当日できないから あの前倒しイブイブイブぐらいイブイブそうですねイブイブイブです22日にそう22日にあの友達と一緒にあのお菓子パーティーしようみたいな終業式終わったらみんなでいくつかお菓子持ってきてであとはケーキとかあとお菓子の家も作りたいねって話してて、やりたいクリスマスパーティー的なそうそうそうあとパイ投げとかあもう終業式で先生越しても大丈夫じゃん、うん、なんかまた新年をねビチャみたいなやろうぜ青春そう青春してますよパーティーかそうおかっぱするよみんなで放課後に机囲んでさ机並べてあじゃあパーティーだったらさケーキが必要じゃんケーキ何がいいかなあーケーキケーキーチョコレートケーキがいいチョコ派かうちショートケーキ派ナナはナナもチョコ派赤とショコラ的な感じあうちケーキチーズケーキがいいなチーズでもなんかクリスマスケーキって言ったら、うん、あれだよねやっぱりショートケーキが定番かなって感じだよねなんかその上にあのサンタさんのなんかちっちゃい人形みたいなやつが乗っててそうあれ乗っけてこのいちご並べてそうそうそうあとなんかなんだろう若葉みたいな感じのやつになんか鈴がついてるやつあるじゃん あれもなんか刺さってるんだよねそう必ずいるやつでなんかメリークリスマスみたいなねちっちゃい時あれすごい好きだったなんかケーキがなんかクリスマスって感じ確かにあのツリーとケーキがあったらもうそれだけでそうクリスマス感出る あとはうちはケンタッキーかなあおじいちゃんがさクリスマスの時期になるとなんか差し入れっていうかなんか入ってくれるんだよそうケンタッキーを家族分持ってきてくれていいなケンタッキーそうクリスマス恒例ですなで、うん、大きいのを取っていくとゆう先生が言ってたんだけど、うん、あのケンタッキーに大行列ができるのって沖縄だけらしいよはっ、そうなんだ初めて知ったなんかあの内地とかはあの、うん、普通にコンビニじゃないスーパーとかそうスーパーとかのチキンとかが定番なんだけど沖縄だけチキンって言ったらケンタッキーじゃん、うんうんうんだからケンタッキーは沖縄行列できちゃうけど大地はそうじゃないかちょっとびっくりしたらしいでもなんかケンタッキーっていうの特別感が言えないわかるわかるなんかプレミアムって書いてあるイメージがあるあツイキャス来てるおラジオネーム沖縄大好きさんありがとうございますありがとうございますなずのなーのもえゆきやほやほやほーやほーですラジオネームチャラサンタさんチャラサンタチャラサンタさんヨーヨーナズナナナモエユキこんちーすラジオネームわかりやすいチャラサンタさんクリスマスにやりたいことはプレゼント配りまくりたいっすねあー楽しいプレゼント くださいいいなプレゼントそっか、クリスマス誰かにプレゼントあげたいとかある？そう、交代とかさあーでもなんだ、もらいたい派かなあれもらいたい派かっすかねもうどしどしくださいみたいなそういや、自分は結構あの交代するのが好きでシェアシェア、Yes, シェアそうあの友達とかとほらイベントないと交代とかできないじゃんああそうそれぞれプレゼント買って、だったらそれだったらビンゴとかやってかゲーム形式でやりたいビンゴそうクリスマスでみんなで集まってかプレゼント持ってくさそれで何番ってかやってからそうだねいいねビンゴそれの方が楽しくないあ確かにただやるよりはね ね、うん、萌えは
もえやプレゼント交換とかしたことない。したことない、うん、そっか。うちもあんまないんだけど、実を言うと夢やっぱ憧れみたいな。あそうか。とかビンゴとかいいよね。じゃあ今年はできるかな。できるかな。やろう。だってまだでもビンゴするんだったら、なんかみんな、うん、ゆきたちのビンゴするときはだいたいみんな500円以内ねとか決めて、500円以内でなんか好きなものを持ち寄って、なんかみんなでこの、わかる？なんか高いのやらなきゃいけないとかなったら大変じゃん。だからもう上限ここねみたいな。あー、確かに。そしたらみんな気軽に参加できるし、すごい楽しかったよ。おー、あと続きを読んでもいいかな。あ、はい。ごめんね。チャラサンタさん、俺クリスマスケーキはアイスケーキ派。あったね、アイスケーキ。でも寒くないですか？冬ですね。でも冬になったらアイスとか冷たいの欲しくなる。わかる。冬のアイスもいい。その気持ちすごいわかります。あ、沖縄大好きさん、ギャラリー向かってるな。沖縄市にいるよ。歩いてるよ。え、歩いてんの？え、いるかな。どこだろう。待ってます。待ってまーす。チャラサンタさん、定番のサンタだな。嘘。いや、間違った。違う。サンタじゃなかった、ごめんなさい。定番の、定番のケンタだなって。あごめんなさい、ケンタでした。ケンタッキーのことか。嘘。ん、関西もクリスマスの日ドライブスルー混んでるで。お、そうなんだ。混んでるってよ。そうなんですね。仲間ですね。仲間。ケンタッキーに行っちゃうタイプので、この方ラジオネームが読めないんだよね。 J さん。あ、ラジオネーム J さん、ありがとうございます。ありがとうございます。メリークリスマスって。メリークリスマス。メリークリスマス。メリークリスマス。あ、来週だ。メリークリスマス。ああ、そうだよ、まだに、あ、いや、17日。今日17日。早いね、もうクリスマスだよ。あ、でも今日恋塾クラスでゆきねねはもうハッピーニューイヤーって言ってましたよね。それはもう年明けちゃったり。ああ、今年の分です。あれ、もう開けるけど。ラジオネームゆうさん、ありがとうございます。ありがとうございます。サンタンおっち、雪だるま作ろうっと。雪だるま、雪だるま作ろうしか思い出せない私は。確かに、あの雪。あ、でもいいかもしんない、クリスマスにあの雪をもう一回見るっていうのも。あ、やばい、片手にケンタ持って、片手にケーキ持って、あ、あの雪。やばい、なんかペンパイナップアポペみたいな人が。PPAP ね。あ、でもいいかも、なんかお家でほっこりクリスマス過ごすっていうのもいいね、なんか。あー、確かに、パーティーとかしなくてもくつろいきながら、ね。あ、やばい、どうしよう、どっちもいいな。いや、クリスマスになったらあのディズニーとかもいろいろクリスマスのものが出てくるじゃないですか。うんうん、テレビでも歌のほら NHK 祭とかやってるから、家でゴロゴロしながらそういうの見るのもまた楽しいですよね。布団に車ってぬくぬくしながら。そうそう。寒い日に外出たくないみたいな。あ、沖縄大好きさん、 ありがとうございます。え、でもさ、さっきのあの雪で思い出したんだけど、うん、あれホームアロンってわかる？ああ、ホームアロン。そう、なんかちっちゃい男、ちっちゃいって言っても小学生ぐらいかなの男の子が、なんかクリスマスになんか必ずなんか家族みんなが出かけるんで旅行行くんだけど、必ずこの子だけ置いていかれるの。で、この子がなんか一人でお家にいるときに泥棒が入ってこようとするんだけど、それをこの子一人でどう阻止するかみたいな、なんかいろいろなんか工夫されてて、すごい面白いよ。だからこの時期になると見たくなるよね。ホームアロン、ホームアロン、そう、見ようかな。おすすめする。家で、家でクリスマスの日に一人でテレビ見ながら、一人で片手にケンタ、片手にケーキで、そうそうそう、ホームアロンを見るっていう。いいね、いいね、いいかもしれないそれ。ナナも一緒見る。あ、ホームアロン1が好きで。あ、続きもんなんですか。ずっと
3とかもあったような気がするけど1と2は面白い。あぜひ見てください。じゃあもう1も2もできれば3も借りて家で2までですか。じゃあ2まで見てお願いします。ちゃんと感想言いますね。あやった聞きたいな。新年に新年に言います。あ新年にか。あそっか、そうだね。そうですよ、クリスマス終わったらあれじゃん、次会うの新年じゃん。新年ですね。早いな。はー早いですね。明けましておめでとうございます。待ってください。あ、ダメ？ダメ？待ってください。まだ17日12月17日はい頑張ります。じゃあ、はい、1日に言えるように。言えるように。あ、そうだ1日にナズにあれするね、 LINE で明けおめって送っとくね。 あその前にクリスマスがあった。あーちょっと話戻りましょう。やりたいことですよ。あやりたいことか。みんなもし、はい、できるってなったらどんなシチュエーションでもいいみたいな。そしたらどんなクリスマスが過ごしたい。あれです、あのなんか空飛んでみたいとか、そういうあり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 、なんでもあり。ああれもありですか。あーまずは、うん、クリスマスは、あ、沖縄だからホワイトクリスマス。あー、ね、どこでどこで、北海道とか。北海道だって暴風あのホワイトクリスマスのパラパラ雪のつもりがなんかすごい暴風でふわーって雪が画面にいるなーって。その写真を雪撮っとくよね。なぜホワイトクリスマスしてるクリスマスどころじゃなくなりますね。確かに確かに。そう、萌えは、萌えはなんかプレゼントいっぱいもらいたい。いいプレゼントの山。え、どんなの欲しい。なんか洋服とか靴とか。おしゃれ。おしゃれだ。なんかもっとあの分かる、熊のお人形とか。あ来るのかと思った。ゲームのカセットとか。そう。え、ナナは、ナナは？じゃあナナは。夏が言ってたみたいに空飛びたいな。あなんか雪がパラパラ降ってるところでヒューって飛んでから遊びたい。それもさ空飛びたいじゃなくて、うん、飛ばされてるよね風に吹かれてヒュー飛ばされてるよね。雪と一緒に飛んでいくみたいな。どこへ向かってるのあそれで海外行けるんじゃない。まず降りれるのって話だから。雪のねはシチュエーション、雪はね一日中映画館で映画見たい。あでも多分誰かと一緒に行きたいけど、誰かと一緒に行ったらその誰かは多分帰るときぶっ倒れてると思う、うん、あもう見たい映画決まってんの4本あんの。あなんかバイハ見たいし、うん、バイオハザード、うん、あとモグラの歌っていうやつも見たいな。で、あと僕は明日、昨日の君と出かける。これ絶対クリスマスにいいと思うから、カップルで行くんだったら僕は。あ、でも30日間かダメかな。あなんかすごい切ないラブストーリーなんだよね。あとはなんだっけ、忘れちゃった。忘れちゃった あれだ、コウノトリ大作戦みたいな。あまだやってるかな。あれも見たかったんだよね。あ赤ちゃんのやつ。そう、コウノトリが赤ちゃん運んでくるみたいな。そう、あれなんかクリスマスプレゼントに欲しいみたいな感じじゃなかったっけ。クリスマスじゃなかった、弟誕生日だったっけ。あれ忘れちゃった。ああなるほど。でもおすすめの4作、はい、あバイハ見たい。一応なんか23日はクリスマスイブイブ、うん、イブイブは友達とバイハ見に行こうかなって思ってます。あそっか、友達といいですね、映画も。そう、友達と映画見て、友達とおかっぱして。メール来てるらしいですよ。メール、やった、どこだっけ危ないメール。あ、ゆい先生、ラジオネーム、ゆい先生だよ。ゆい先生、クリスマスにやりたいこと、私はケーキバイキングに行きたいの。はぁ、ケーキ、ショートケーキ、チョコケーキ、いちごタルト、ブッシュドノエル、シュトレン食べたいケーキがたくさんあるから、いっそ全部食べられるケーキバイキングに行きたいな。みんなはクリスマスはどんなケーキが食べたいですか。いい、ケーキバイキングって発想なかった。すごい、ケーキバイキング、いいな、女子の夢ですよね。実際もうなんかいっぱい取って結局食べれないくらい大量に出てきて、それを全部食べながら。え、みんな何食べたい一番。
やっぱショートケーキー食べたい。何食べたい萌え？ブッシュブッシュドノエル、あのあれか木の木目のやつ食べてみたい。ロールケーキみたいな。あ、ロールケーキを切ったのやつ。ナナは？ナナはタルトもいいなと思った。先生の聞いてから。タルトいい。いちごタルト。でもユキはやっぱりチーズケーキだな。外せない。あともう一つメール来てます。ありがとうございます。ありがとうございます。沖縄大好きさん、ありがとうございます。ありがとうございます。チョコレオのなずなちゃん、ナナちゃん、もえちゃん、ゆきちゃん、こんにちは。こんにちは。沖縄を愛する沖縄のラジオリスナー、チョコレオネーム沖縄大好きやいびん。おお。今週のテーマ、家中め爆発しちゃえと羨ましがって泣く話。違いますよ。ではなく、テーマ、クリスマスにしたいこと。クリスマスにしたいこと、少しずつ進めています。おお。今からですか？先月、うちの母がディズニーのクリスマスツリーを購入し、リビングに飾っていますよ。おお、絶対可愛いじゃん、それ。暗いとこで光るととても綺麗で、普通のクリスマスツリーに星があると思いますが、ディズニーのクリスマスツリーの星の代わりにミッキーがあるのさ。おお、それすげえ。え、その写真が見たい？後で写真撮ってゆきちゃんたちに送ろうね。ありがとうございます。他にやりたいこと、もしやれとしたらプレゼント交換も楽しそうだし、さっき話したね、うん、パーティーして美味しいもの食べて、音楽プレイヤーにクリスマスソング流したりしたいさ。あーあー、なんかいいね、クリスマスソング流しながらのご飯。中の花のっていい流れてるの聞きながら。あーって、クリスマスなんかやっぱ実感しません？みんな今年どう過ごすかな。では最後まで放送ちばりをギャラリーで会おうね。ありがとうございます。沖縄大好きさん来てくれましたね、さっき。ありがとうございます。ありがとうございます。いやでもクリスマスソングといえばバックナンバ ー、そっちか。あれ違うのか。来てましたね。え、クリスマスソングっていう題名のか。ね、そう、バックナンバ ー、あれでも聞きながらちょっと切なくなりません？あー、でもなんか去年のごじくじのイメージがすごい強いから、なんかバックナンバー、クリスマスといえばバックナンバー、ごじくじ、あ、やばい、見たいんだよ。あー、理解したくなる。石原さとみがね、めっちゃ可愛くって。やばい、やばいね。石原さとみさんすごいですよね。あ、早い早い。そろそろお別れの時間が近づいてきました。じゃあ早口言葉、早口言葉、はい。じゃあ早口言葉をしたいと思います。今日の早口言葉は可客船マンギョンボン、マンギョンボン号です。はあ、難しいな。じゃあ萌えから行こうかな。はい。可客船マンギョンボン号。言えてるけど自信なさげ。じゃあなぜ、いきます。はい。可客船マンギョンボン号。言えたんじゃね。言えた。オッケー、出ました。おお、やった。はい、じゃあ7、いきます。可客、あ、はい、やった、もう一回。可客船マンギョンボン号。おお、オッケー、出ました。あ、よかった。何このプレッシャー。いきます。可客船マンギョンボン号。やった。おー。じゃあ今回は4勝0敗イエーイ。ここでお知らせです。来週、再来週31日の放送は収録になるので、メッセージは来週24日の11時までに送ってください。トークテーマは大晦日です。皆さんの大晦日の過ごし方や変わった大晦日の過ごし方など、大晦日に関することなら何でも OK です。メッセージ待ってます。声塾クラスではただいま生徒を募集中です。将来声優やアナウンサーなど、声に使った声を使った仕事に就きたい人から、自分らしい声を見つけたい人、人前で喋る自信をつけたい人まで、声に興味のある人なら誰でも大歓迎。レッスンは毎週土曜日の午後1時から1時50分です。詳しくはカルチャースクールレオで検索してください。一緒に楽しく勉強しましょう。そして次回のトークテーマはプレゼントです。来週はいよいよクリスマス。皆さんの今までにもらったプレゼント、欲しいプレゼントなどを教えてください。それでは来週午後4時30分からまた会いましょう。
この番組はカルチャースクールレオ民宿レキオダイニングコーの提供でお送りしました。今週のお相手は萌とナズナとナナとゆきでした。またね。